今度は焚き火さんかな、あとすぐ焚き火さんで遊ぶんだって。うん、ね、焚き火さんお母さんが買ってきてくれちゃってよかったね。人と人がつながる場所だったという前原さんの言葉も印象的で、こうすごくわかるなと思いました。映画館って作品だけじゃなくて、そこに誰と行ったのか、なぜその人に、じゃあいいかな、思い出がね、自分つなぎに出てくる人がいて、そこまで調査していて、竹部さん回すの、ああよし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 、はい回せ回せ、ご飯食べた後、ね、年貢食というんだけども、うん、ああ店に来るの、よしよしよし、鼻息ならいくやの、よし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 、母ちゃんちょうだい、母ちゃん、母ちゃんちょうだい、来てごらん、くーちゃんかむかむ、くーちゃんかむかむせんの、ケチじゃろお前は。よしよし、はい、それじゃあね、あと来るからな。